動画2回にわたって岡本和真、そして湯浅と肉離れの怪我が相次いでいて、とにかく大変な状況になっております。そして今宵もまた何かが現れるんじゃないかなと、そこを不安視している。これから始まるのは相手本拠地でのロッテ3連戦で、こちらのオーダーこのようになっていて、先発が状態のいい山本由伸であれば、まあ試合自体は簡単に勝てるんでしょうけど、問題は、怪我人だよね、そこなんだよね。どうなんの、2度あることは3度あるっていうように、2回にわたって怪我人が相次いでいるのであれば、3回目の今回だってきっと何かが絶対間違いなく起こるんじゃない。嫌だよ、そんなの。本当にやめてほしい、やめてほしい、やめてほしい。それが俺の祈りで願いで、叶えよ。そういうことだけ叶ってくれたらいいからな。ほんとこれ以上さすがに怪我人が続くのであればやばい。投手リリーバーであればね、まあいっぱいいるんでまだいいんですけど、これ以上スタメンで使ってる選手が怪我するとか、そんなことがあったらほんと大変。あとは先発ローテ任してる投手もね、一番大事なとこ怪我されたら一気に物語の戦況、まあ今も苦しくなってきてますよ。それでも簡単に勝てるけどね。でも今まで以上に苦しくする必要はない。ようやく取った後は1点だけ。やっぱこれも岡本和真が不在になってから繋がりがなくなったんだよね。チャンスは作るけど、あと1打が生まれない。そこは岡本和真がいて、岡本が打ってくれてましたからね。ただいなくなったことによって、いろいろとやっぱ不満を感じることが多いですよ。不在を感じることっていうのが。あ、同点に追いつかれた。その流れの8回、得点は取ることはできず、このまま9回を迎えて、そこをプレイし、そこで得点を取って裏を守って勝つ。それしかない。相手ピッチャーここで西野を変えてきましたね。まあまあまあ、相手が誰であろうがね、まずはチャンスを作ること。なんなら一発ですぐ勝ち越すこと。それができるチームでしょ、本来はね。なんでできてないのかっていうと、岡本和真の怪我、また守護神の怪我。間違いなく今ね、このシリーズにおいて一番、まあ、負のムーブというものが来てるんですよ。立て続け悪いことが起こってるし、試合の内容の部分でも苦しいことっていうのが結構多々あるので、まあ、まさに今その空気の中だから得点が取れないが、このタイミングでど真ん中シットをくれた君に感謝、空打つよね。当たり前。今季の14号吉田で打つことができて、勝ち越しの一発で、まだ続く、まだ終わりじゃない。4番を任してるのはこの村上、岡本の代わりには今んとこ慣れてないな。お前が打ってたらここでホームラン打つ必要性もなく、簡単に守って勝利だったろうね。お前が打ってないから苦しいことになっていて、これから先もお前が打たず岡本が復帰するまでまだ1ヶ月近い時間がありますから、その間もともと苦戦して、てかその道中のどこかでこのシリーズの終わりを迎える。十分にあり得ることであってね、やめてよ。お前のせいで負けるっていうのはなし、お前のおかげで最終的に侍ジャパンはリアルで勝って世界一になったやん。最後を決めたのだって村上だった。このシリーズでもそうだってほしいんだよね。苦しいことがあった時、そこできっと村上が活躍してくれて、村上のおかげで勝つ、それを求めていて、あんのかな。なんか今んとこね、パッと頭の中浮かんでこない映像ですけどね。まあでもいいんですよ、今浮かばなくとも、その時を迎えた時にそういう瞬間を村上自身が作ってくれたら、まあ一番そういう状況を作らないことですよね。いつだって簡単に勝つ、それができたらいいよ。まだ得点は取っておこうかな。ここで打席に入るのは牧ですね。打率も2割8分7厘と高い。で、今スタメンに起用してる山田がずっと状態悪かったりするんで、やっぱもう牧を二塁手スタメンで任していこうと思います。守備能力考えたら山田の方が良くて、まあ実際山田を多く起用してきたんですけど、今の山田やっぱ打つ分全然できてないし、この世界でもリアルでも。守備に関してはね、まあ二の次でもいいんじゃないかな、別に。ショートには源田がいるし、やっぱ得点取れば勝てるチームなんですよ。より得点取れる打線作った方がいいかなと思うので、今打ってる牧をこれからスタメンに使いましょう。さあ、勝ち越しの1点を取ったその流れで最終回、このまんま吉野部でいきましょう。ただピンチを作るようであれば変えていく。まあでもそれもないかな。守護神の湯浅不在の中、今守護神設定してるのは前回動画で上げたばかりの大勢ですね。もしかしたらこの後出番があるかもしれない。その大勢は物語の序盤にピンチを作って、このシリーズを負けさそう、終わらそうとした張本人で、だから2軍に送っていたんですけど、まあ元々の力はあるしね、個人的に使いやすさも覚えてる選手なので、あの選手を1年通して守護神で戦い抜くことが理想的だったんですけど、そうじゃなかったからね。でもこのタイミングでまた機会を与えたらきっと抑えれるんじゃ分かんないけどね。まあ使ってみないと、その辺は。でも吉野部でいけそうなので、もうこのまま吉野部でいきましょうか。最後打席に入るのは6番の平沢。代打とはないんだね。そもそもスタンベース使ってることがおかしいというか、なんで使ってんの分かんない。ロッテのことはロッテのこと、俺たちのことは俺たちのことだ、考える必要はない。その平沢にヌートバーヌートバーヌートバー追いつく範囲で、おーイエス。重いのが苦戦したゲーム展開なのはずっとそうですね。岡本がいなくなって、湯浅がいなくなって、余計にそう感じることが多いですけども、でも勝った。とりあえず1試合目怪我人が現れることなく、2試合目こちらの先発は
ター大谷、そして相手また佐々木朗希、今季2度目か3度目かな、佐々木朗希が打ち相手投げるのは、これまた苦しいゲーム展開になりそうなんだけども、まあこのままのオーダーでいこうと思います。そしてもちろん佐々木朗希を攻略して勝って物語を明日につなげていく、1点を争う1日になりそうだけどもね、無事勝つことはできるか、序盤からチャンスを作って、でもそこからの1打を簡単に打たしてくれないよね。お、谷翔平危なかった、これは先輩後輩対決ですけど、花巻東のね、危ない、先輩が先に失点することはなく後輩が先に失点し、その1点を守る必要があるから大事ですね。どこで注目するのか、あとピッチャーの回路でそこだけは間違えないように。もちろん大谷に関しては5回までは最低投げてもらうつもり。ヌートバーのホームランで佐々木朗希を攻略、思いもよらぬゲーム展開やな。もっと苦しいゲーム展開になって接戦で1点を守らなきゃって思ってたんですけど、全然そんなことはなく、大谷翔平が完璧なピッチング、さらに4点目までゲットで、佐々木朗希はすでにマウンドが降りてますね。引き続き大谷翔平で7回も投げてもらった、いけたね、問題なく。でもここでピッチャー変えます、これ以上投げさす必要はないのでね、疲労も溜まりつつある状況の中、8回のマウンド行かなくていいんだよ、あとは戸郷で勝ちパターンで逃げ切ればいいの、しっかりと抑えてくれて、その流れの9回の表、まあ追加点を取っておくともっと楽になれますからね、すでに楽な状況ですけども、もっともっと楽にしていきましょう。佐々木じゃない佐々木が佐々木の後続で投げてるっていうね、ただノリノリなので、こいつ先発の方が実は打ちづらかったかもしれないね、今日の1日に関しては。佐々木じゃない佐々木が佐々木になってたかもしれない。まあでもこのタイミングで出てこられても正直何の問題もない。わーで今日ヌートバー佐々木を打ちまくってるんですけども、さらに打っての4安打、いいですね。ここに来てヌートバーが打ってくれているのは、さらに盗塁まで決めちゃって風の中、イエーイ。まあ点差いてる場面ですけどね、野球って最後まで何が起こるか分かんないですから、4点差の盗塁で文句言われる筋合いはないよ。あと風がめっちゃ強いこれ打球流されまくり、守るの結構難しいぞこの後、やりたくないな本音を言うとすごく流されて、その連続で逆転なんてこと起こらないように、最後誰で行く、このまま東郷で行こうか、8回任してる、その流れね、なんか能力上がってる。うわーこれ変にあれだな、チャンス作ったことによってディフェンスポイントになったんだな、それを乗り越えられたので能力上がって4点差とはいえど油断できない。何よりもこの風が不気味やな、当てささないが理想的なんだけど、できるかな。ああ差し行けるね、このように落として落として当てささないようにしていきましょう。もう全ての選手が能力上がりますからね。はい、風風風風風、え、風の中行く行く、この10メートルの向かい風よ、ライト方向、ロッテの非力な打者中村、それなりに力はある認識だけども、行く行かないでしょ。納得できねえけど、ここでポランコを送ってきたね。まあまあまあ、1点与えたのはまあ仕方がないとしてね、これ以上与えないようにしていきましょう。まあこれシューシフトに関しては変に敷いたら風のせいでヒットになるかもしれないので、もう定位置でもう当てささなければいいんだよね、簡単にイージーに何のミスなく三振で、あと一つのアウトを奪って終わろう。もう早くこの風の中終わらせていきましょう。これ以上なんか長くやりたくないというか、それこそ風の中っていろいろと怪我も考えられるじゃない。怖いぞ、この後の試合終わり。戸郷がなんか発覚しないよな。戸郷抜けられたら痛いっすね。それは勘弁してもらいたい。佐々木朗希と大谷翔平の投げ合いだったんで、もっと苦戦する一日になるのかなと思ったけど、そんなことはなく、まあヌートバーがそうしてくれなかったね。いい活躍で佐々木朗希を攻略してくれた。今日のヌートバー5打数4安打1ホーマー3打点、そして2盗塁という素晴らしい活躍をしてくれて、これなくしたら佐々木朗希攻略できず、やっぱ1点を争うゲーム展開になっていたとは思うんだけども、それがあったから簡単に勝つことができてよかったっすね。あの風の中だったんで、その1点を争うゲーム展開のまま9回迎えてたら、それこそ何かが起こってあーってなっていたかもしれないところ。はいはいはい、なんか来たなんか来たなんか来た、誰の何のニュースこれ。日ハムの田中の怪我であって、うちには関係のない、でもあの風の中だったしね、怪我人が相次いでる流れもあったんでちょっと怖かった。次カードの3試合目が同時に6月を締めくくる最後の戦いにもなるわけなので、このまま6月負けることなく全ての試合勝利で、何よりも怪我人も現れることなくね、その流れを断ち切りたい動画なので、このまま行きましょう。おっと、先発のダルビッシュ絶不調、やっぱこういう顔色だと怪我するリスクもあるんですよ、何よりも打たれるリスクもある。今の流れ考えたら余計に登板回避すべきかなと思うので、今日の先発はローテずらして今永、そして大谷翔平というのは登板後に関しては野手で出さないようにしてるので、今日も出場はさせず、吉田の状態が悪いんだけど代わりがいないから、もうそのまま DH で起用していきましょう。それでも打ってくれるはず。源田の顔色とかもやべえけど、お前も代わりがいないからずっと出てもらわないとダメなんで、よろしく、怪我すんなよ、今抜けられたら一番困る選手や。前日ヒーローのヌートバーの状態の良さもあるので、またヌートバータッチャーの活躍もあって、もう簡単にね、試合の部分に関しては何もなくて
ていいと思います。そんな一試合一試合でドラマを起こす必要もないしね、ドラマを感じたくはないんですよ。淡々と141試合行われるこのペナント設定の中、141勝を淡々と勝利を簡単に積み重ねていくだけ、それさえあればいい。その道中に起こるドラマとかいらないからね。簡単にいきましょう。いい位置に序盤から得点を取ってくれてもいいんだけどね、その願いとは裏腹、いつも取ってくれないの最近やな。でも山川のホームランどうすごいですね、完璧に決めてくれました。これ風がまたどれくらい吹いてるのか若干不安ですけど、できれば吹いてない方がいいけど、この球場いつも吹いておるからね、ややこしいよ。前日の風はエグかったよ。よく怪我人も現れなかったし、あのまま試合終わらせられたと思うよ。よくね、本当にね。おおで村上ホームランが生まれた。岡本不在後になって4番任してから初ホームランがこのタイミングでって感じかな。点差3点差で7回裏のマウンド、このまま今永に任して抑えてくれました。で8回ヌートバーから始まるところ、まあ得点欲しいですけど選手に任せよう。まあ今日も9回ですね、やるとしたら。はーい、でヌートバータッチャーのホームランが生まれる、2試合連続。さらに村上にも生まれて、あれも完璧ですね。ということで9回の表の攻撃に関してはもうやらなくてもいいでしょう。守ればいいんだから、これ以上取る必要はない。さすが6点差もあるしね。ちなみに風に関しては追い風の5メートルが吹いてますね。打球が伸びる風、それゆえにこの裏、まあ6点差もあるから別に何も起こさへんけどね。また追加点、取るってことはなく、最後今永で締めていきましょう。球数も94球なんで、もうこのまま完封の流れでいいでしょうね。スタミナも残ってますし、いけるっしょ。まあただ余計にピンチを作るようであれば、そこのところは躊躇なく変えていくシリーズだし、まあ変えていこうとは思いますけどね。一人の投手にこだわる必要がない。まあでも完封を目指せるのであれば目指した方がいいしね。それがまた選手のノリノリ、状態の良さにつながったりとか、覚醒につながったりとか、いろんな部分があるからね、いいことだらけですよ。まず一つアウトを奪って、このまま6月一度も負けることなく全ての試合勝利で、また怪我に現れることなく乗り越えることはできるのかというか、俺はもうしたつもりですよね。乗り越えてますよ。この先誰が怪我に現れるんですか。今の時点で現れてないと思うし、あ、一応確認しておこうか。ベンチにね、なんか顔色が悪そうなやついたら、そいつが怪我してるという証なんですけど、野手に関しては途中で交代したやつの顔色は普通。投手に関しても今日は今永以外起用してないわけなので、誰も途中で怪我をして交代というパターンもなかったわけですし、そしてこの9回の裏を守る選手たちの中で何か怪我したっていうのもいないわけですよ。まあでも無茶なプレーが怪我にね繋がりますから、まあそういうことはしないよ。点差6点差ですから、飛びつくダイビングプレー的なものはいらないね。そういうことだけは。ウォー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 、ランナーを貯めて藤岡で完封が目前にある中、何が起ころうとしてんの、これ何も起こさせないよ、起こるわけないよ、簡単にイージーにね行けるとこなんで行くよ、行っちゃうよ。はい、バット折れて、バット折れて、バット折れて、うーん、ヒットなって完封。あとホームに行かなかった、行ってもよかったんじゃないかなと思うけどもね。ここで安田を迎えて全然打ってないですね。ほんとこの世代の選手ってしょうもないやつしかおらへんな。え、そんな選手に飛びつけば取れるのかもしれないですけど、飛びつくような状況じゃないから。とはいえど点差は4点差、今永の完封なくなった以上、今永のこだわる理由がなくなったから、これまた能力が上がってますね。だからといって何か起こるわけじゃない。大勢ですね、湯浅不在後お前が守護神として、これ初めて起用していくことになります。3試合でボコボコ打たれてるでしょ、だから2軍に送った。開幕早々こいつのせいで負けそうなゲームがあったんや。これから信用してまた起用していくことになるが、その中打たれるなんてことはなくね、使いやすさは当然あるんだよね。いい球も投げてます。それは侍ジャパンでもそうだった、リアルなね。この世界でも同じですよ。すごく打たれづらそうな球投げてる割には打たれたんや、3試合で。ここでは正面ついてアウトでゲームセットを最後を締めてくれたので良かったです。このまま6月負けることなく全戦全勝キープで、心配なのは怪我人ですね。ちょっと最後に一悶着あったでしょ、グダグダゴダゴダと。その中で誰かが怪我してみたいなことないよね、ないよね、あるわけないよね。そこの確認だけして笑顔で6月終了していきましょう。誰かが怪我してたら笑顔になれるわけがないからね。あ、ちなみに最後を締めた大勢、今日誕生日だったんだ、6月29日だから、なんやねん、どうでもいい、そんなもの。このニュースに関しては何を伝えるニュースですか。オリックスの小田、イケメン小田が全治2日の打撲軽傷ではあるんだけどね、うちには関係のないことでした。よかった、連続で怪我人が出てる流れはストップなんだけども、岡本、湯浅、この2人が怪我した事実は変わらない。これから先この2人に関してはまだまだ使うことができない中、今使えるものを使って新たな月7月を迎えても勝っていきましょう。6月終了時点で72戦72勝で全戦全勝でここまで来ることができた上で、69試合という残りゲームになってる。もう完全物語は折り返し地点
に入ってるんですよね。あとの半分を勝っていくことはできるのかって言われたら、もうここまで言ってきてる通りそう簡単ではない。ここまで72勝もね、簡単に勝利を上げてきたゲーム見えるけれども、ここから先余計に怪我人が相次ぐし、疲労が溜まって不調になる選手だって当然いる。進めば進むほどこの物語というのは苦しくなっていきますから、連続で怪我人が相次ぐ流れ、それは止まりましたけど、また明日からそうなるかもしれないでしょ。そしてそれがそれまで以上に相次いでいって苦しくなるかもしれない。だから進めるのがこれから先は若干怖いんですけど、進めますよ。勝って勝って勝ちまくってな。次回プレイする7月始まりのカードはオリックス3連戦で、以降7月の戦いこんな感じで続いていって、前半戦が終了するのはこれまたオリックス戦が最後ということになって、その後オールスターがあって、ほんで後半戦が7月の27日から始まるというのがこの世界の日程になってるんでね、物語の足を止めず勝利を積み重ねて、まずは前半戦を終わらせて後半戦を迎えられるようにこれからもやっていくので、興味があれば次回も見てね。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。